はぁ、エコネこんばんは、ハルケです。今回はディフェンダー限定両コスパ選手ベスト11になります。個人的におすすめができるコスパ選手たちの紹介になります。今回はですね、ディフェンダー限定ということで、ディフェンダー選手ですね、安くて強い11名紹介していきたいと思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはですね、ダイナスティーズリース・ジェームスですね。リース値段はですね、8万8000コインぐらいで買うことができます。逆足はね、3ではあるんですけれども、まあペースが速くって、守備能力もしっかり高いという風な選手になりますね。守備力自体ね、そこまでないんですけれども、こう能力以上に強さを感じるっていう、そういう選手になってます。またフィジカルもね、強い選手で、パスもね、意外とできるという風な選手になってます。まあ持ち運ぶこともね、できますし、結構何でもできる、今の現環境でも十分通用する右サイドバックの選手に、なってますね。またプレイスタイルプラスね、ジョッキーとかもついてますし、まあ予測とかね、インターセプト面についてはいないんですけれども、こう謎にね、強さを感じるという風な選手になっていて、おすすめですね。そして続いてはファンタジー FC モリーナですね。モリーナ値段は2万8000コインぐらいかなで買うことできます。まあ身長低めなサイドバックになっていて、軽さがありますね。で、軽いんだけれども意外とね、取れるっていう風な選手、やっぱ予測がついたっていうのは、ちょっとでかいのかなという風には思えますし、まあラピッドだったりとかで運んでいって、最後クロスも上げることもできるという風な選手にはなってますね。まあ空中戦がちょっと不安な、部分ではありますけれども、まあ2万7000、8000ぐらいだったら全然ありな選手になってますね。逆足4っていうのも素晴らしいですね。そして続いては FC バーサスリュディガーですね。ファイヤーのバージョンになってます。値段はですね、19万ぐらいで買うことできます。まあ、かなり値段安く、なりましたね。19万まで下がっているというふうなことで、やっぱ身長190センチでかい、センターバックで、この人もね、謎の力がある選手ですね。もちろんペースがあって守備力も高くてフィジカルもね、強いっていうのはもちろんいいんですけれども、プレイスタイルがね、あんまりついてないんですよね。ブロックとインターセプトしかついてはいないですし、あとは空中戦エアリアルのプラスね、とか、あと4つしかついてないのに、なんでかめちゃくちゃ強いっていう風な選手になってます。なんでね、プレイスタイルのこう不足感というかはあんまり気にしなくていいかなっていう風な、選手で、個人的には、19万だったら全然ありな選手、この人も今の現環境で十分ね、守れる選手になってます。そして続いてはファンタジー FC コナテですね。コナテ値段はですね、15万ぐらいかな、16万コインぐらいかで買うことができます。まあぐっとね、安くなっている選手で、この人もデカめのセンターバックになってますね。やっぱりね、ブルーザーのプラスっていうのと、あとはフィジカルの強さっていうのが、しっかりあるので、まあフィジカルで負けないっていう風な選手に、なってますね。またリアクションとか冷静さ、積極性なんかも結構高かったりしますし、取った後のパス面っていうのを全く不満がない選手になってますね。ペースもね、 あって速い選手になりますし、個人的には、まあなかなかね、プラス4はまあちょっと厳しいかもしれないですけれども、あとプラス1、2とかされてきたらよりいいかなと、いうふうには思いますね。結構おすすめ、自分も、ね、結構使ってはいるのでおすすめですね。そして続いてはファンタジー FC ヤンコウトですね。ヤンコウトの値段は3万8000コインぐらいかなで買うことができます。まあ逆足4、こういうのも素晴らしいですし、身長はね、低めな選手になってます。まあサイドバックっていうよりかはですね、本当にこうウイングというか、ウイングバックとかもできるっていう風な選手になりは、ちょっと攻撃的なサイドバックっていう風な感じですね。ただまあファンタジー FC で、結構強化をされまして、守備能力も高くなっていると。でペースもね、速くって、ラピッドのプラスもね、ついてますし、インターセプトのプラスもついてるんで、本当攻守ともに、しっかり活躍できるっていう風な選手になってますね。まあなんでこんな安いんか、あんまりネジはわからないんですけれども、ただまあやっぱり初戦負けてしまったってことから、ぐっとね、値段が下がってしまったっていうのがあるんですけど、
ただ来週ですかね、最後4節目、対象の4節目迎えるんですけれども、まあ一気にプラス2の可能性もまだありますので、そこに期待ですね。そして続いては FC vs トリッピアですね。トリピア値段は5万8000コインぐらいで買うことできます。こういう人はね、本当にパスがむちゃくちゃうまいサイドバックの選手になってますね。逆足4でも素晴らしいんですけれども、本当に、ね、パス面は全く問題がないっていう風な選手になりまして、サイドバックとは思えないですね。スルーパスとかを通してくれるっていう風な感じなんで、ビルドアップ面においてはもう全く問題ないっていう風な選手になってます。でね、守備面に関してもまあ意外と全然取り切ってくれますし、強い選手にはなりますね。またプレイスタイルプラスね、クロスなんかもついてますので、本当に攻撃に出ていってパスとかそのクロスで違い作るっていう風な選手にはなってます。なので、まあ基本的にはちょっとこう上がり目なサイドバックでパスうまいサイドバック求めてるって方はおすすめですね。そして続いてはファンタジー FC マートセンですね。マートセン値段は6万5000コインぐらいで買うことできます。こちらも逆足4素晴らしいですし、まあ上がっていける、そんなサイドバックになってます。身長は低めだと思いますし、まあ能力的な部分でもペースは速くてドリブルも軽いという風な選手になってますね。またスタミナも99あるっていうのはいいところだと思いますね。で、守備に関してもやっぱ予測のプラス、これついたのめちゃくちゃでかいなという風には思いますし、ジョッキのプラスもあるという風なことなんで、これね、6万5000はめちゃくちゃ安いなと思いますね。能力も90まで上がってますし、かなりおすすめな分ですの LB 選手ですね。そして続いてはフューチャースターキビオルですね。キビオル値段はですね、1万7000コインぐらいかなで買うことができます。基本的にはですね、パス、この人もパス面がうまいっていう風な選手になってますね。ロングパスのプラス備えてはいますし、本当にサイドチェンジとかがしっかり通せる、そんなセンターバックになってます。また守備面に関しても予測だったりブルーだとかないです、インターセプトないですけれども、まあブロック、ジョッキーなんかついてますし、まあ身長もねそれなりに高くって、守備力もまあそれなりにあるっていう風な選手になるんで、まあ振り分ける仕事とまあ普通に守備もできるっていう風な感じで、ペースもね全然速いんで、めちゃくちゃコスパな選手になってます。本当に、ね、結構キビオルはおすすめで、ケミが合えばですね、非常に優秀な選手になれますね。そして続いてはファンタジー FC オルバンですね。オルバン値段は4万5000コインぐらいで買うことできます。まあ結構素材価格の選手にはなるんですけれども、十分まあ使えますね。とかまあ普通に強いですね。守備力に関してはもうめちゃくちゃ高くって、しっかり取り切る守備っていうのもできる選手になります。この能力とフィジカルの強さと、あとは予測のプラスなんかも備えてますんで、本当にね、刈り取るっていう力はねすごくあるんです。めちゃくちゃいいんですけれども、ドリブルがちょっと難しい選手にはなってしまうので、本当に取った後できるだけ早く渡す、まあ、近くの選手にパス出すっていう風なことが大事になってきます。本当にペースも速くって裏抜け対応とかもできますし、ちょっと正面から当たった時に関しても全く貫通する気配もない選手にはなるんですけど、やっぱ取った後ドリブルの部分だったりとか、その視野の部分だったりとかがねちょっと低めになってしまうんで、そこだけ注意っていう風な選手になります。本当にそれ以外はですね、もうむちゃくちゃ完璧な選手になりまして、実はプラス4かな、多分まだいった選手にはなりますので、まあ値段的にはめちゃくちゃコスパではあるんですけども、ちょっと注意してほしいところもあるという風な選手になってます。そして続いては TOTW テオエルナンデスですね。テオ値段は20万コインぐらいで買うことのできます。88の黒のカードになってますね。まあこの人は本当に今でも通用しますし、プレイスタイルプラスこそついてないですけれども、やっぱテオも、めちゃくちゃ強い、謎の力があるという風な選手になってますね。守備のプレイスタイルついてないとは思えないほどの、やっぱり守備の力っていうのはしっかりありますし、フィジカルも強い選手で、空中戦もね負けない力持ってますね。またペースむちゃくちゃ速いので、後ろからしっかり追いつけるスピードを持っていって相手を弾き飛ばす力もあるという風な選手になってますね。まあ一応88オーベル88のダイナスティーズが
30万ぐらいなんで、まあこの人10万安くで買えるっていうのは非常にコスパかなというふうに思いますね。なかなか LB 選手ね多く出てきてはいるんですけれども、まあ誰も作ってなくってケミが合うっていう方は手をおすすめかなと思います。そして続いてはアルティメットバースデーマピレオンですね。マピレオン値段は18万コインぐらいかなで買うことができます。まずは左利きのセンターバックというふうなことで LCB もしっかり任せれるというふうな選手になってますね。まあ、基本的にはですね逆足も5になりましたし、振り分ける力だったりとかビルドアップの部分ではめちゃくちゃいい選手になってます。あとは守備に関してですけれども、身長はねやっぱりかなり低い選手にはなってます。ただ予測のプラスだったりとか、もっと守備力っていうのはしっかり高い選手になるんで、まあマピレオンの場合あんまり、身長の低さは気にはならなかったなという風な印象を受けますね。ジャンプも高いんで、まあ、頑張ってはくれるっていう風な選手になります。基本的にはかなり扱いがしやすい、センターバックで取り切る力もあるっていう風な感じなんで、まあなかなかいいなというふうなことですね。ジョッキのプラス、ブロック、インターセプト、予測、スライディングなんかもついてますし、まあ個人的にやっぱブルーダもねついてほしかったところではあるんですけれども、本当にビルドアップで後ろからつなぎながらですねしっかり守備もできるっていうふうなことで、またペースもねもうめちゃめちゃ高くなりましたんで、かなりおすすめなセンターバックですね。こちらがディフェンダー限定両コスパ選手ベスト11になります。少しも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それではバイバイ。